じゃあさ、メジャーペンタトニックってあるじゃん。これ、和風と思われているんだけど、思われてるっていうか、まあ和風的なところもあるんだけど、まあ世界中で使われてるし、いや、大体ホタルの光なんかさ、スコットランド民謡じゃん。まあそんなわけで、いいんですけど、まあそれはいいんですけど、中国っぽいよねっていう話。どっちかっていうとなんか、ここでが中心なのかな。そう、そうが、ドレミソラのそうが中心。にでキックする感じにした方が中国っぽいのかな。うん。まあまあまあ、そうでしょ。で、基本的な話をするとね、ヨドプラス一音の二塊でできてるんですよ。ペンタトニックって。意味わかりますかね？いや、わかんねえよだと思うんですけど、今、ドレミソラじゃないですか。これって、ソードっていうヨドと、レレソっていうヨドの二つの塊でできてるんですよ。レソとソドがあって、ここに超二度が入ってる。レミソソラドラソ。このコード。謎のコードですけど、このコードが、まあ、あるというふうに捉えることができるんですね。じゃあ、この理論を利用するですね、マイナーペンタトニックはですね、同様に、今度単三度が、ヨドに対して単三度。ラレーとミラー、ミソラー、ラドレラレの間に単三度のドが入っている。ラドレミソラソが単三度、ミラのヨドの間に単三度のソが入っている。ミソララドレとこうなっていると、こういうことなんですよ。いや、まあできてくる音列はもうメジャーペンタトニックと同じなんですけど、このヨドの骨格が変わるんですよね。メロディーってなんかこの、あんまり5度の跳躍、ドー、ソー、ドー、ソーっていうのは、歌としてはなんかちょっと跳躍しづらいところがあって、4度ぐらいがまあ限界なんですよね。だから4度ぐらいっていうのが、まあ、一つの、なんていうのかな、歌のメロとしての、一つのワンフレーズの骨格になりがちなんですよ。まあ 5度ぐらいまで行くことも全然ありますけど、あるけど、まあ基本として4度ぐらいに収めとくと、まあ収まるメロディーになるっていう感じ。収まらないメロディーを使う時ももちろんあるっていうことね。で、さらなる話としてはですね、じゃあこの4度の間に今超2度と単3度、ちょっと単三度、超二度、単三度、これ入れます。他にも入るだろうっていう話があるんですよ。で、一つ目は単二度。こういうやつ。これはかなり和風なんですよね。
のやつ。これね、いいよね。結構好きなんですけど、使いどころがあんまないっていう。で、もう一つ、もちろん、超サンドってのがあった。ヨドに超サンド入れるっていう。うまくいかないんですけど、沖縄っぽい。こういう感じになるということです。以上です。こんな感じですね。ペンタトニックをヨドのヨドプラス1音が2つ乗っかってんだよって思うと、なんか新たな世界が広がるかもしれないよっていう話でした。じゃあまたね。